はやっほー、久しぶりに首のある服を着て首がもこもこするまたひななすでございます。タートルネック、なんかタートルネック苦手なんですよね、実は。今着てるんですけど、実は苦手。ちょっと気分で着てみた気分で着てみたけど、そういえば苦手なんだ、そうですよ。タートルネックって亀って意味なの？そうなの？確かに亀のように首が覆われているかも。あんまり着ない、チクチクはしないんですけど、素材的に。でもなんかこの辺まで、なんだろう、着ているものがあるのあんまり着ないじゃないですか。そう、チクチクしないんですけど、なんかこの辺に何かあるっていうなんか気になる首詰まってるからかも。でも可愛いんですよ、ここにボタンついてる、ボタン。なんかくしゃげがついてるけどそうです、締め付けられて首をたまきます。気分なんで、やっぱ服っていうものは大人っぽく見える。確かに赤いからね、今日ね、赤いから。あら、おしゃれですね。あらやだ、あらやだ。皆さんも最近寒いじゃないですか。だからね、あったかいの着た方がいいですよ。ということで今日はですね、あの写真集のリアルイベントが今度あるんですけど、その時にこれ作っておこうと思ったものがまだ作れてないのが一個あって、それをちょっと作っていきたいなと思っております。じゃじゃん。用意するものはこちらのゆうピンというものでございます。100均などで買えます。そしてもう一つ、あわわわ、カラーパールミックスでございます。こちら、これは手芸屋さんで買ったかなちょっと忘れちゃったんですけど、こういうパールちゃんがですね、小さいのと大きいのが入ってるのかな、あと中くらいの小中大入ってました。これをですねやると紙くずになるんですよ。ちょっと見ててください皆さん、これよいしょよ、大きすぎるのかなと思って、大きいやつ、どうなんだ。この、ね、穴が開いてるんですよ、ここに。わあ、全然見えないね。穴見える？穴穴をこの U ピンの部分にほって刺します。で、こうやると、あ、ちょっと待って大きすぎて無理か、これもしかして。次回みんな、これ大きいやつ、一番大きいの無理かも。ちょっと一回伸ばしたらいけるのか。あ、ちょっとこれ次元だ、一番大きいのできない可能性です。ちょっとゆうぴんさんをひん曲げて今、あっ
ゆうきんそうひん曲げたらいけるかも。でもよっゆうきんそうひん曲げたらいけた。ちょっと待ってよ、ちょっと形を整えろ。いや、わかんないか、これ髪に刺したら大丈夫か、これ大きいの、なんかちょっと不安だな、これつけるの髪に。ちょっとどうだーってこれ郵便さん元の姿これなんですけど、ちょっと私が力でどうにかした感じがすごいしますけど、一回試しに。あ、ちょっと待って、なんかね、三つ編みとかせんといけない。適当に、今ここにいる着物を三つ編みしていきたいと思います。はい、右、はい、左、右、左、これは今適当にやってます。はい、もうスル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 、はい、これで OK。 ここに刺せたらいいんですよ。あ、刺せますね、これ。あ、刺せます、これそれできる、できそうなので変なところに、変なところに刺さってるけど、オッケー。こんな感じのを作っていきたいと思います、イベント用に。でもね、多分このちっちゃいやつはね、もうね、つけるだけでいける気がする。いや、ダメだ、ちょっと待って、これこうなるよ、なんかするけど、この怪力でやっぱこうどうにかするしかないの、これ怪力だよ、これはもうポケモン怪力な感じで、一回こうこっちにやるんですよ、こうグイーってやったらもうなんか真ん中にできるので、もうこれまた戻す感じで怪力な感じで、あ、ちょっと若干ズレがあると、なんかこのいい感じできないの、できないっぽいよっ。はい、怪力入れうん、まあでも細いからこれはいいのではないか。怪力さが出てるね。これはでも落ちないんですよ、こうやってもほら落ちない、こっちも多分落ちないから大丈夫。こんな感じでちょっと今日は作りながら配信していきたいと思います。よいしょ。明日はね、ベストヒット歌謡祭なんですけど、皆さんは録画とか、なんだろう、配信じゃなかった、録画とか生で見てくれますかね。すごい、私は明日楽しみです。また番組さんにこんなにも出演できるなんて本当に嬉しいです。やっぱシティホテトがね、見つかるように頑張りたいと思います。なかなかたくさんのアーティストさんの中でね、見つかるっていうのは難しいんですけど、でも皆さんもすごい毎回たくさんツイートとかしてくれるからね、嬉しいよね。え、M ステに続いて豪華歌番組さんに出演できてますよね、本当にありがたいことに。うん、明日もいっぱい
ツイートしてくださると嬉しいでございます。え、いつも見てるんよ始まる前と終わった後はいつも見てるからね。そう、本当にちゃんと見てるけんよろしくよみんな。うん、やっぱ大きいの難しいな、これもうまっすぐレベルでやらないときに大きいの、大きいの無理。力でどうにかしてるんだけど、本当にパワーパワー、あ、こっちが曲がってる。これでも使うか分かんないんですけど、一応ね使うかもってことで今作っております。うちの屋根大丈夫だよ、よし。うん、ひなちゃん筋肉全然ないよね。なんかジムとか行ったりしてるんやけど筋肉が全然つかずにジムをやっている。どうしてなんだろう。でも整体師さんみたいな人に体質的に筋肉がつかないって言われたんですよ。悲しいだけ。うん、そう、写真集の今日写真集のオフショットをインスタグラムさんでね投稿してるんですけど、見ましたか。そこにもね書いたんですけどね、よかったら皆さんね、ネットで購入された皆さんはね、あの口コミのね、口コミかレビューかどっちなんだろう、ああいうの口コミかレビューかで、あの嬉しいことひなちゃんにとってあの嬉しいことをね書いてくださるとすごくすごく嬉しいでございますので、あのいつもね感想を結構みんなひなに送ってくれてるんですけど、それをもしよければコピペでもいいのでね、あのひなちゃんに送った文をそのまま送るでもいいので送ってくださるとすごく嬉しいです。うん、結構まだ書いてない人が多いんじゃないかなと思うので、そうそう、ちょっとひなちゃんが嬉しいやつを書いてくれると嬉しいでございますのでね、よろしくね。なんか右肩上がりだけど分かんないよね、そしたら大丈夫か。ちょっと雑、手作り感満載な感じで。レビュー大事ね、レビュー意外とね、初めてなんかひなのことを見る人とかもやっぱネットにはたくさんいらっしゃるので、そういった方にもいい評価があると気になってくださる方が多いんじゃないかなと思うので、よかったらね、うん、ひなも割と商品買う時とかにレビューを見て買うことが多いので、コスメとかなんかね、なんだろうなコスメとかなんか服とか、ね、やっぱレビューを見てから買うことが多いなと思うので、迷ってるぞっていう人には、ね、デビューを見がちだと思うので、よければご協力をお願いいたします。写真集ソムリエの前に任せてくれ、ソムリエさんお願いしますね写真集ソムリエの私ですが、この写真集
大変よろしかったでございますわって書いといてください。嬉しいこと書かれると嬉しいので、そう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 っていうのを今日思いました。ダメだ、大きいの難しいみたいな、んかもうなんだろう、エイリアンのようななんかエイリアンの手のような、なんかこの曲がり感じ、なんかもう難しいなこれ、意外となんか簡単にできるようなイメージだったな。でもそしたら分かんないよねきっとっていう気持ちで OK。 もうパッパ作っていかないと日が暮れちゃうからね。もう日は暮れている、うん、Twitter でも写真集のこと拡散してもいいの？ん？もちろんどんなSNS でも拡散してくれると嬉しいです。今も見てるので、拡散されて嫌な気持ちになることはないです。みんなに作ってれば、ちょっとみんなで作るこれ、よいしょ、単純作業、実は単純作業、怪力で何とかして、じゃーん。そういえば私最近、うん、よいしょ、あつ森、あつまれ動物の森あるじゃないですか、あのあつ森でハッピーホームアカデミーっていうなんかダウンロードコンテンツっていうんですかね、ああいうのなんかあつ森と一緒なんだけど、でも購入しないと遊べないやつみたいなのがあってちょっと説明難しいな、なんか、うん、追加ダウンロードコンテンツみたいな感じのやつがあって、あつ森にそれをようやく昨日ダウンロードしたんですよ。面白そうだなってずっと思ってて、なので私今度いつか作ったのをみんなに見せたい。なさってー、あ、この子、この子まだ行かないの、なんか、うん、そう、有料なの、なんかね、有料だったんだけど、でも面白そうだなと思って、あつ森大好きなのよ、ひな、あつ森はね、もうね、一番最初の DS の頃から遊んでてね、一番全部やってるゲームかもしれない、あつ森が唯一全部やってるかもしれない、あつまれ動物の森そう、一時ずっとやってなかった、そう、コロナ禍の時なんかもう私ずっとやってたもん、廃人、あつ森廃人もう私はこっちの住民なんかっていうぐらいそっちで外に出たり買い物したりしてたからね、本当にやばい。今はそんなことはないんですけど、そんなことなくて逆にできなかったので、あのダウンロードコンテンツも入れてなかったんですよ。結構前にダウンロードコンテンツもできたはずなんですけど、忙しいと遊べないので、買ってももったいない、うん、
やっちゃんが好きだった住人ゆきみ、そうゆきみちゃんが大好き。白いハムスターなんですけどめっちゃ可愛いんですよ。性格もなんかすごい優しい子で、ゆきみが好きです。でもね、本当はちゃちゃまるを住民にさせたいんだけど、ちゃちゃまるは一生ひなの村には来てくれてないです。嫌なのか私の村は。あ、もうダメだ、見て UFO できた。この部分なんか戻らんこうなったんやけど、どうしたらいいこれ。UFO できた。ちょっと待って、ほんまに UFO やめてほしい。もう本当にもう真面目にやってるのにさ、UFO できちゃったよ。もうよいしょ。あ、ダメだ、これなんかこの郵便もダメだ。でも落ちなかったらいい。あ、落ちない落ちない、はい。一番下手かもこれ。どうしてた。味があっていい、味がね、味を出していきましょう。こういうのはやっぱり手作り感っていいですよね。だ、手作りクッキーとかひな大好きなんだよね、味があって。手作りクッキーの味大好き、そういう気持ちで作ろう。よいしょ。そう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 、見えないからね、これ。いたー。刺さった。痛い、怪我するよ。ハンドメイド、今回リボンもハンドメイドだし、ハンドメイドしまくりなのよ今回は。成人式用に作ってるんだけどさ、これ成人式用っていうか振り袖用に作ってるんだけど、ひな浴衣とかもさ夏よく着るからね、うん、浴衣にも使えるからね、作っちゃおうっていう。好きなやつを作っとけば困らない。こんなんなんぼあってもいいですからね。なんか形が気になる。これもいいか。そう、うんうん。みんなは成人式は何を着たんですか。男の人はスーツの人も多いよね。アニピオもスーツだった気がする。着てたかな、もしかしたら。着てたかもしれないけど、スーツだった気がする。でもきっとスーツ。それはしんどい。朝6時から振り袖着て苦しかったもん。
女の子大変だよね、あれね。髪の毛も振り袖も大変なこと多い。女の子はね、そういうのが楽しいですから。よいしょ。四時起きしてた。すごっ、すごすぎる。ひな何時起きするの。成人式 STM でできるよね、きっと。よいしょ。きっとできると信じておりますか。まだまだコロナ禍わかりませんからね。安全一番。もうあと今年が2ヶ月だから、大変よ。もうあっという間に時が経つ。みんなは今年やり残したことはもうないでございますか。あれやりたかったなとか、これやっとけばよかった。ない。あわわわわ、待って、流行語大賞もうやってるの知らないの。それ、先生でもっと会いたかったな。キュン、そんなのキュンってなっちゃうよ。リアイベント出なかった。またいつでもリアルで会えるイベントが待ってるさ。きっと大丈夫さ。生きてればいいことはある。あ、ダメだダメだダメだ、落ちてくる。あともうちょっとになってきた。あー、握手会復活してほしかった。でも結構距離とか近くなってるからね。そう、だから接触するイベントっていうのがなかなかね、どうにかこうにかね、復活させたいんだけどね、ひなも。難しいね。うん。でもステージイベントで、ひなはやってないんですけど、声出し OK 会場の時とかもあるみたいで、それがあるってことは、いつか。今年中にティナはちょっとできないかもしれないんですけど、やれたらいいな。声出し OK ライブ STU で、それであったらしいけど出れてないや。出れてないや。みんなの声が来年は聞けるかな。でもきっと、あんまりね、なんだ、聞かなくなったね、コロナでなんとかが中止になったみたいな。
聞かなくなりましたよね。そう、今年できなかったことはまた来年叶えれて いきましょうね。一緒に楽しいこと、そういえばあれ、お金の福沢諭吉さんが変わるらしいんですけど、誰になるんだか忘れちゃったけど、びっくり。え、野口英世さんも変わる？あ、来年から。全部変わるの。覚えれないよ、ひなちゃん。歴史苦手なんだよ。みんな知ってる人だった？渋沢さん？ね、寂しいひな、なんかずっと生まれてからずっとやっぱ諭吉さんにもお世話になってきた。ひでおさんにお世話になってきたから寂しいな。ね、いよいよ卒業、本当に何か推しの卒業っていう気持ちで。そう、ちょっと寂しい。時代は変わりますからね。ゆきちさん、そう、ゆきちさんがやっぱお財布の中にいると安心みたいなね、あったんですけど、ちょっと今後は別の方がそれを担当されることになってしまいましたが、こういうタイミングで変わってるんだろう。毎年じゃないか。どういうタイミングで変わってるんだ、お札の人。日本の銀行の父。そうなんだ。次の人は、政府の方針で変わるの。難しいやつだ。ひなちゃんにはわからないやつ。よし、できたよ、みんな。ちょっと見て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 。おお。ちょっとできましたので、じゃじゃーん。できたー。こちら真珠になります。たくさんの真珠を作ってしまった。これをね、紙とかにこうね、ペッてつけて、なんかもう5分とかにもペッてつけて、見えてない、見えてない。ペッてつけて、こうやってやって、なんか大きなとかも、なんかこう、ペッてつけて、で、なんかこう、なんか中くらいのやつとかも、こういうふうにペッてつけて、ってやるんですよ。雪玉みたい。確かに雪がついちゃった。そう、これはね、結構ね、振り袖とか浴衣とかにもね、おられるアイテムでございます。こちら完成しましたので、この中に入るか、
ダメだ、入らない。あとね、ポーチか何かに入れよう。よし。嬉しい。嬉しいぞ。あ、どうだろう、そう、いや、ちゃんとね、あの、なんていうの、編み込みとかを入れたところにやるとね、落ちないんよ。そう、土台が今なってないから落ちちゃうけど。そう、もしかしたら使うやつです、これ。リアイメで。うん、さあ、今回リバもいっぱい手作りしたんです。もうね、楽しみだね、みんなに。来れない人もちゃんと SNS やメールなどのあの画像で見てください。うん、うんうん、そう、明日もちゃんと皆さん初めから終わりまでテレビに釘付けになって見ててくださいね。そう、見れない方は録画でしっかり見てくださいね。そう、明日からね、写真集のこともあり、ホテルからの配信になると思うんですけど、配信も皆さんはクッションがいなくて寂しいんですけど。頑張るぞ、頑張るぞい。フェスティバルホール、そう、フェスティバルホール。STU フェスティバルでも踊ろうか。花は誰のものじゃなくて、イエーイ、みんな一緒に。大阪の美味しい寿司であったら嬉しいな。そう、あったら喜ぶな、それは。大阪美味しいもの多いきな。ね、やっぱね、美味しいもの食べて帰りたいですよね。551の豚まん買って帰る。551の豚まん買って新幹線食べて豚まんテロを起こそうか。匂いが、美味しそうな匂いテロ。美味しいよね。そう、準備、これからちょっと準備しないといけないから。そうだよ、もうね、忘れ物は絶対しちゃいけないから。今日はもう真面目にあの準備しようと思うので、そろそろ配信終わろう。43分、
まあまあまあ本当に不安なんですよ。もう絶対に持ってこないといけないものがあって不安なんですけど忘れずに持っていきたいと思います。おっきいキャリーで行きます。キョンキャイはってやばい。どんだけ噛んだろひなちゃん。おっきいバッグで行きますよ今回は。ひなちゃんの体ぐらいのサイズを今回は持っていこうと思っております。うん、あれ入れてこれ入れてうん、よく忘れ物する。そう、よく忘れてからね、あーってなるけん。でも割と長期間の滞在の時はあんまり忘れ物しないのんやけど、なんか短期間の一泊とかの時は忘れ物しがちそう、ちょっとなんてちょっと油断して多分パッキングしてるのと思うそうなのよ。だから多分大丈夫。今回はもう結構確認しまくってやりたいと思いますので、うん、現地調達はダメだよ。なるべく自分のものを使いたいじゃんなるべくね自分のものを使いたい意思があるんだね、やっぱり。今回は気をつけます。ランキングも13位、ヒロさんのことが好きなそう。12位友人さんのことが好きなそう。11位なめだべ所長さんのことが好きなそう。10位すけさんのことが好きなそう。9位赤ちゃんのことが好きなそう。8位くまさんのことが好きなそう。7位直樹さんのことが好きなそう。6位ポンタさんのことが好きなそう。5位はなちゃん大好きなそう。生徒京太郎さん内職してる姿ずっと見てられる幸せ今日内職配信でした。そう準備。3位レプリットさん、明日から頑張ってねーかな。これはあ、頑張ってください、楽しみにしておりまする。あら頑張りまする2位キングシリークさん、キングシリークさんのことが好きだそう。そして1位がトロロ、あれトロロロパワードリーンさんです。遠征応援してるそう、リアイベ楽しみーを楽しみにしてください遠征頑張ります。そういっぱいお仕事頑張れますということで、パチパチありがとうございます。今日もねスペシャリストコメントたくさんありがとうございました。読めてない皆さんごめんなさい。でも明日の配信では読まれるかもしれませんので、まだフォローしてないよっていう人ハートのボタンを押してフォローして、また明日の配信も見に来てね。そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらの方も忘れずによろしくお願いします。あと明日ねベストヒット歌謡祭があるのでチェックよろしくお願いします。見てね。あとあとこちらの左のバナーから上を押すとアマゾンさんに飛び、下を押すとセブネットさんに飛びますので、ぜひぜひ写真集ねまだゲットしてない人いたらゲットしてね、待ってるよ。ではではまた会いましょう皆さん、おちゅぴよーん、おちゅぴよだよ、おやすみ、いい夢見てね。